こんにちは、ちくまの話題、飯塚です。こんにちは、スポーツ振興課の大月です。今日は大月さんの方から皆様にお伝えしたいイベントがあるということで、ちくま川ハーフマラソン今年も開催されます。今年は第10回大会ということで、11月17日日曜日に開催されます。記念すべき第10回大会ということなんですね。ハーフマラソンっていうからには、まあ、当然21キロくらいを走る種目はもちろんあると思うんですけど、他に何か種目ってあったりするんですかね。ハーフマラソンの部と小学生とその保護者で2キロを走るファミリーマラソンの部があります。でちなみに、まあ、ランナーの方とかが参加しようかな、どうしようかなって考えるのってコースが重要かなと思うんですけど、千曲川ハーフマラソンならではのコースの魅力っていうのはどんなものがありますかね。コースの魅力としてはやはりアップダウンも少なく走りやすいというのがまず一つあります。もう一つとしましては、3時間という比較的ゆったりとした時間をとってありますので、初心者の方でも走りやすいといったのが本大会の特徴となっております。普段からマラソンを走っている方が記録更新を狙うのもよし、普段あんまりマラソンとかされない方でもちょっと長距離のマラソン挑戦してみようかなというのもよしということで、はい、ということで今日は千曲川ハーフマラソンのコースの紹介をしたいなと思ってまして、ちなみにコースは昨年と若干変更してるところもあったりとか、第4関門とゴール会場、坂場内が若干変更となっております。ということで、まあ、若干コースの変更もあるということで、まあ、去年見たからいいやではなく、この動画も最後まで見ていただけたらなと思います。それでは動画の方に移っていきましょう。これでいよいよスタートしていくということで、当日のハーフマラソンの部は9時、メインマラソンの部は9時20分のスタートで、戸倉体育館でってずっと左に進んでいくというか、はい、これで進んでいって、坂が上がった先が堤防道路で、左側に今千曲川が見えています。これ大正橋の手前までやってきたんですけど、はい、ここがファミリーマラソンの部の折り返し地点っていう感じなんですかね。そうですね、ここで折り返してまたスタート地点へまた戻っていくといった形になります。なるほど、はい、ではここから先はじゃあハーフマラソンの部を、まあ、見ていくということで、はい、じゃあ動画の方進めていきましょう、はい、このままひたすら堤防道路を北上していくような感じですかね。コース的にはカムリキ橋の手前が第一給水所になっているということで、給水所とかはどんなものが用意されてるんですかね。給水所では水やスポーツドリンクが用意しております。給水所は5箇所用意しております。じゃあここからさらに残り4箇所は給水所があるということで、はい、カムリキ橋越えても堤防道路を北上ということで、平和橋は下をくぐるってなったんですね。ここ結構あれですね、くねくねカーブが続いているような感じですかね。そうですね、畑の中をちょっと細い道を走りながら抜けていくというコースになります。でこれでまたしばらくしたらまた堤防道路に戻ってくるような。そうですね、ここでまた堤防に戻るようになります。ちょくちょくやっぱ曲がるところはあるんですけど、堤防道路メインなので、まあ、コースはすごい分かりやすくていいですね。まあ、第2給水所は公職中央公園ということで、ここも水とスポーツドリンクがもらえる感じになってますかね。そうですね、こちらの方でも水やスポーツドリンクの方もご用意しておりますし、それに加えてゼリー飲料の方もこちらの方ではご用意させていただいております。ここで水分補給だけじゃなくて、まあ、エネルギーも補給していただいて、その後のコースを頑張ってもらおうと。そうですね、第二給水所を過ぎたら中央公園の周りを走っていくような感じになるんですかね。そうですね、この園内の中をぐるっと回ってまた堤防の方へ抜けていくルートになっております。阿波佐橋で今左折しましたけど、はい、ここがハーフマラソンの折り返し地点みたいな感じになるんですかね。そうですね、この阿波佐橋を越えたちょっと先のところで10キロ地点となりました。なるほど、なるほど、はい、ここは千曲橋もくぐって登った先が第三給水所ということで、はい、こちらの方でも水とスポーツドリンク、あとゼリー飲料の方を用意しております。ここでもゼリー飲料がもらえるということで、はい、やっぱそれぞれのエネルギー補給とかタイミングって多分炎があるから、うん、ゼリー飲料も2箇所あるっていうだけでも大変ありがたいですね。ここはもうサイクリングロードをひたすら南下していくような感じですかね。そうですね、
ここで第4給水所の後半にも差し掛かってきたところなのかなとは思うんですけど、この第4給水所、第3関門のあたりでだいたい15キロのちょっと手前くらいになってまして、で右手には日本遺産である野橋の棚田が綺麗に見えているような場所にもなります。なるほど、やっぱ日本遺産を眺めながら走るっていうのも、やっぱこの千曲川ハーフマラソンならではのね、やっぱ魅力なんじゃないかな。で、かぶり木橋やってきましたね。で、おっとこれで西側にも上がってきましたね。ここで畑道に入っていくような感じなんですね。はい、この畑道を一周して、ぐるっと回って、またランナーの方々はまた堤防道路に戻っていく。なるほど。これで最後の第5給水所になります。なるほど。あと何キロぐらいですかね。大体ですけど2キロか3キロくらい、ここで水分取って頑張っていただきたいと思います。ちなみに動画の冒頭で第4関門の位置が変更しますということで、大月さんおっしゃってたんですけど、前回はね確か大正橋の近くのところが確か第4関門だったんですけど、はい、今回はほぼ第5給水所と同じというところで、そうですね、なんかやっぱ給水所と近くなったのはいいかもしれないですね。はい、第5給水所を越えて、ここがですね、大正橋ですね。大正橋また渡って、はい、来た時の同じ道を通っていくような、そうですね、今度来た道を逆走していくようになります。走ってるランナーの方もあともうちょっとでゴールだっていうのがだんだん見えてくる感じですね。はい、小倉体育館に戻ってきましたね。スタート会場は小倉体育館の駐車場だったんですけども、ゴールはサッカー場ということ でサッカー場の中の、コースも変更になっているということで、そうですね、今までサッカー場入ってから右に折れるようなコースだったんですけれども、今回突き当たりまで走っていただいてぐるっと回ったところにアーチのゴールがあるので、はい、ゴール後ってなんかお楽しみというか、なんか得点みたいなのってあったりするんですかね。まず一つ目は走り終わった後の話なんですが、地元おばあしての棚田米を使ったおにぎりと、あと地元食材を使った温かい豚汁の提供を予定しております。なるほど、私も去年スタッフやらせてもらった時にちょっとおにぎり食べさせていただいたんですけど、すごい美味しかったので、ありがとうございます。あとやっぱ11月の下旬っていうすごい寒い時期なので、やっぱ走り終わった後の豚汁っていうのは最高ですよね。もう一つ、参加賞として日帰り温泉施設無料入浴券もこちらも配布します。大会前日から12月末までこの期間であれば好きなタイミングで入ることができるので、当日入れなかった方もまたこちらの方で入っていただければと思います。千曲といえばね、やっぱ温泉ですもんね。当日だとやっぱランナーの皆さんもやっぱ多くいらっしゃるので、やっぱどうしても混み合ってしまう、日付ずらして入りたいなっていう方やっぱいらっしゃるので、やっぱそういった形で12月末まで利用できるっていうのはいいですよね。また、今大会では、大会ゲストとして昨年に引き続き、小平奈緒さんをお迎えするだけではなく、鬼越トマホークのお二人もお迎えして大会を盛り上げていただきます。昨年度に小平奈緒さんがゲストで参加していただいただけでも豪華だなと思ったんですけど、はい、今年はさらに鬼越トマホークのお二人もより一層なんか大会11月の楽しみになってきます。千曲川ハーフマラソンは現在エントリーを受付中です。締め切りは9月17日まで、また定員達し次第受付終了となりますので、エントリーされる方はお早めにお申し込みください。詳しくはこちら概要欄の大会ホームページの方をご覧ください。1年の走り納めとして気持ちよく走っていただいて、また千曲市自慢の温泉も堪能していただけたら嬉しいです。皆様のご参加をお待ちしております。それでは本日の動画は以上となります。またの動画でお会いしましょう。バイ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 。